どうも皆さんこんにちは、ゆうです。今日もね、シュルクやっていきたいと思います。前回1070万まで世界戦努力いきました。で、そっからですね、前回動画2勝して1070万までいって、その後2敗して1040万までいったのかな。で、その後、動画撮ってないところで負け続けて、やっぱ700万ぐらいまで落ちました。世界戦努力。なんかやっぱその辺がやっぱ幅でかいなと思います。VIP手前みんなやっぱ強いんでね。まあ、そこら辺まで落ちて、また1074万まで戻してきました。で、本日の VIP のボーダーが1084万かな。なので、これ勝ったらね、多分 VIP いけると思うので、はい、今回の動画、多分、一発で終わらせたい。で、終わらなければ、またこの1070万付近まではショートカットして、もう最後の本当 VIP の残り1戦っていうね、動画を見ていただければと思います。じゃあ行きましょうか。本当、あと1戦っていうね、試合ってめっちゃ緊張するんですけども。行きます。ふぅ。じゃあ、マリオか。頼む、勝たせてくれ。お願いだ、VIP に行かせてくれ。頼む。よし。いいよ。もうマリオ近づいちゃダメ。あ、それ水の矢なんだよ。なんか復帰できなくなる恐れがあるから。やべ。やべ。でも 44% かまだ 50% もう慎重、マジ最終試合は最終試合って VIP かかった試合マジ慎重なの。あべ、あーくし、それかやべ、ミスった、判断ミスだ、やべ、一気に持ってられた、やべやべ、あぶね。よし。水は本当やだ。こっちの方がパーセント溜まってるから別に挟んで。頼む、勝たしてくれ。勝たしてくれ。リップに行かしてくれ。リップに行かしてくれ。やべ。やべ。あとワンストップ削らせてくれ、頼む。いや、近づけさせなきゃね、あと半角取られなきゃ。うぅ。やべ。あれが超食らうな。うぅ !100m70 な。とりあえず立てとくか。危ねえ、よかった、縦で。やべ、ゲーキどうする、怖えんだよな、こっちが死ぬ可能性もあるから。外出したからここでゲーキ、オッケー、これはいけるだろう。うう立ててよかった、危ねえ、あー 1% も食らせられなかったね、ちょっときつかった。こっから全然逆転とかあるからな、普通に慎重、マジで慎重、距離感、周り距離感、距離感、このままあと4分経たないかな、ストックリードで。向こうも近づいてこねえ、危ねえ、一回取られるとマリオ場合はパーセンテージを一気に持ってられるからやだ、マジで慎重、絶対取られるな、危ねえ、これがでかい、危ねえ、パーセンテージを稼い、稼ぐ、パーセンテージを何としても、こっちが減る前に、
90% やばい、危ない。危ねえ。危ない。101。潰された。よし、とりあえず当てればいい。これいったろ。くそー、拾えなかった。立て。少しでも貯めろ。いったろ。よし、これで多分 VIP のボーダー超えた。1,84,4000。いくよ、いったー。 VIP マッチに参加が伸びました。よかったー。はー、皆さん行きました。はー、これで5キャラ達成。シュルック、まず順番から言うと、ソラ、ホムヒカ、クラウド、セフィロス、シュルク、やったぜ。嬉しい。だいぶね、いい感じになってきました。まだまだ全キャラ多いな。でね、そろそろメインキャラもね、VIP 挑戦していきたいんですよ。VIP の中のチャレンジ。だから、どうしようか迷ってるんですけど、VIP マッチの中の今入れたこの5キャラね、を VIP で戦っていくか。でも落ちるのも怖いんで、まあ、同時並行したいかなと思ってます。他のキャラもね、VIP 入れたいと思ってるので、他のキャラ入れながらと、あと、この、メインキャラで使おうと思ってるキャラクターを、VIP、まあ、VIP 落ちると思うかもしれないですけども、まあ、落ちたらまた VIP に入れ直すという、ね、作業をね、やっていきたいと思うので、まあ、次回はね、まあ、どっちか何あげるか分かんないですけども、これでようやく5キャラ VIP 達成ということで、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またね、次回の動画はスマラをね、続けていきますので、よかったら見ていただければと思います。それで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。あ、すいません。ちなみに、総プレイ時間、見てみると、こんな感じでしたね。シュルク、ダントツに短い時間で行きました。今までよ、まあ、ホムヒカが一番長いですけど、VIP 行くのに123時間かかって、まあ、ソラ、セフィロス、クラウドが70時間台で行けたみたいし、シュルクはね、43時間。まあ、なんだろうね、スマブラ力っていうかな。まあ、スマブラの基本的な力がついてきたのか、それとも、まあ、シュルクはもともと強かったのか、どっちかわかんないですけども、まあ、多分両方あるんでしょうね。シュルクが強いっていうのもあるし、多分スマブラ力がね、4体 VIP 入れたので上がってきたっていうのも多分あると思うんでね、まあ、だいぶ早くなってきたかなと思います。まあ、試合数で見ても、まあ、だいぶクラウドにより少ないか、主力が、な感じでいけたので、だいぶいい速さになってきたかなと思ってます。まあ、次ね、今6、7でクッパとガノンドルフちょっといじってたんですけど、シルクがちょっとね、飽きたっていうか疲れてきた時に。で、わりかしクッパが VIP 入れやすいってネットに書いてあったので、ちょっとこの辺をね、いじるかもしんないです。もうあとはね、もう好きなキャラ、5キャラは全部 VIP 入れたんで、スマブラでね、参戦している好きなファイターは、自分の中でもね、愛着のあるキャラクター全部 VIP 入れられたので、あとはね、ちょっと VIP 入れやすさ、とかも重視しながらちょっとやっていきたいかなと思ってます。はい、それではね、今回の動画は本当にこれで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バーイ。